雇用調整助成金、中国関係の売上が全体の 10% 以上で縛りを外すと、で新型コロナの影響を受ける事業主に拡大すると言います。可能な限り柔軟に対応すべきだと思いますが、どのような要件になりますか。今回は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主ということで、まあ、幅広く対象になっております。そもそも雇調金は賃金の6割以上を保障すると、それで中小企業はその3分の2を雇用保険の財政から助成する。結局賃金の4割程度の助成にとどまるわけですね。で一方で昨日発表された新たな助成金制度は休暇中に支払った賃金の10分の10ですね。大臣、雇調金も助成水準を大幅に引き上げるべきだと思うんですよ。でリーマンショックの時は中小企業で10分の9までやったんですね。今度は国の政策が原因ですよ、これ。だとすれば賃金の10割保障、新たな助成制度と同じようにすべきじゃないですか。で今回は今の委員のご指摘の雇用調整金は新型コロナウイルスの発生という状況の中での対象ということであります。雇用保険2事業の積立金残高いくらですか。1兆4400億円になっています。小池晃君、こういう時こそ活用すべきじゃないですか、ね、給付金は10割保障するんだったら雇調金だって今の水準じゃなくて大幅に助成の水準引き上げるべきじゃないですか。まずはこの助成金をですね、積極的に活用し雇用の安定に万全を期していきたいと思います。小池晃君、やれることは何でもやるんじゃなかったんですか、ね、コロナだけの影響じゃないですよ、これ雇調金だってね。やっぱりいろんな自粛の中で経済活動がシュリンクしてそれによって休業に追い込まれるそういう人だって出てるわけだから、これは政治が生み出した、ね、経済危機じゃないですか。そういう労働者に対してきちんと雇調金を国の責任で出す、当然じゃないですか。